ロアーハットの空撮写真ロアーハットはニュージーランド北島ウェリントン地方にある都市。統計上はウェリントン都市圏に含まれる。ニュージーランドの都市では7番目に人口が多く10万5900人である。地域は377平方キロメートルにわたり、ハット渓谷の定地一帯にあたる。また、都市の中心はウェリントン湾沿い135平方キロメートルに、 広がっている。南にウェリントン、北にアッパーハットに隣接している。ヨーロッパ人の到達以前は、ハット渓谷の大部分が森林に覆われ、ハットカー川口付近は湿地帯であった。マオリ人はウェリントン湾岸沿いに居住していた。ヨーロッパ人の移住は、1839年9月20日に、ニュージーランド会社の先遣隊が小舟、小ネ トーリー号に乗って到来したことで始まり、続いて150人の移住者が小舟、オーロラ号に乗って1840年1月22日にやってきた。ヨーロッパ人入植者はハット川川口付近に居住し、やがてニュージーランド発の新聞社や銀行を設立した。氏名はニュージーランド会社の創設者の一人かつ理事長のウィリアム・ハットの名による。 しかし、1840年3月にハット川が氾濫し、入植者の大半は現在ウェリントンの中心地となっているソーンドンへと移った。1853年建造の原村最古のニュージーランドのキリスト教教会1846年に残った入植者らとマオリの間で紛争が起きた。1855年のアイララパ地震により、渓谷の低地部分の沼が隆起し、 沼地が土地となった。この時生じた断層は今も残っている。1859年にはニュージーランド発の常設灯台がペンキャローヘッドに建てられた。ウェリントンからの鉄道は1874年4月にロワー,ーハット駅に到達し、2年後には北にあるロワー川ー西岸のシルバーストリームまで延伸された。湿潤な気候で夏は暖かく冬の気候も穏やかで、 ある、五つの姉妹都市がある、ありがとうございます。